ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。<笑>勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 見た目がいいから許す。始まって。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。クラウドさん頼っていいっすよね。 クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ、高い金払う、がっかりさせんじゃねえぞ。 足止めのつもりか。
終わりだ。進むぞ。 腕さえ生きねるソルジャーといや、神羅の番犬。マコールは初めてじゃねえんだろ。俺をマコー溜まりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。 マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。 観念しろ。こっちのセリフだ。相手を一人でやらせろよ。集中砲火だ。終わりだ。ここまで。貫く。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。 おとなしく待っとけ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。 ここから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？ アバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプがマコをガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、
魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことはこのまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。てめえ。星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。素敵な眼差しだと思わない？見つかったらやけどじゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その感じ。余裕だね。さすが元君じゃ。まっちにこの調子で行こう。基本はさっきと同じ。さあ行こう。簡単すぎる？大丈夫？クラウドいい。見て、落ち着いて。ふう、なんとかここまで来るぞ。爆破ポイントはもうすぐ。見て、あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるぞ。年じゃねえのか。普通はよ。
おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね、いっちゃいかな、覚えておくぜ。ここが魔鉱炉の中心、あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。シンラが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。タイマーはどうする？お前が決めろ。はっ、ビビりやがって。もうはめやがったな。来るぞ。なんだと。おい、こいつの豆知識は。戦中央の強化方法、メカはイカ槌に弱い。魔法で攻める。どうだ。
ソリの尾に気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。急げ、脱出だ。ブッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。待って登れ。その方が楽だ。そっか。でダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、弟子。扉開けんのが優先だ。でも。こっちは問題ねえ。様が一緒だ。元ソルジャー。
見つけたぞ。よし、もうすぐ溶かんだ。邪魔すんじゃねえ。マレット、5秒で終わる。リッツ、あいつらと合流するぞ。早くここから出ねば。また眠らせれば。集中して、そっちは任せる。俺の見せ場だ。よっしゃ、終わりだ。騒ぐほどじゃない。浮かれている暇はない。もっと喜べよ。そう、ふざけやがって。あばよ、見たか俺の力。どうでもいい。でも負けない。連携しよう。頼られちゃな。当たり前だ。そうだ、こんなもんよ。浮かれている暇はない。ポチッと喜べよ。走ろう。